パスを入れて渡辺和真、前に高橋秀斗が行きます。ただこれはよく追い込みました。もう一度ポドルスイからフリーの松下へ抜いて右足でやらがやる、いいボール、手で落としてシュート、ポドルスキの右足ゲット。最初にパスを出したのはポドルスキ、そこからペナルティエリアゴール前まで行って最後は右足で決めました。いい形でしたね。ポドルスキの5得点目です。サイドチェンジから、はい、ここを切り返してうまく入れて3人目の動きでしたね。そうですね、素晴らしいゴールです、流れのうちに先制ゴールが入りました。